中野がサングラスを外した伝統の真紅のたすきを取りました。トップで平塚中継所往路を迎えれば20年ぶりとなる中央大学、まさに東海道箱根駅の中央特快、中央大学トップでたすきリレー。大和兄ちゃんの汗が染み込んだたすき、弟の俊介がかけました。そして2位で大本命駒澤大学、篠原幸太郎から鈴木芽吹へとたすきが渡った。中央大学との差は10秒です。東証大八木監督はこの10秒をどう見ているんでしょうか。最初で最後の箱根駅伝、横田俊吾から前回は3区でトップに立ちました太田葵へフレッシュグリーンのたすきがつながった。駒澤との差は26秒、中央大学との差が36秒です。今回も2人を抜いて4年生の藤本亮に國學院大学、新しい伝統を築くため今4位でたすきを渡しました。トップ中央大学との差は1分40秒というところ。中継所です。5位で早稲田の姿が来ました。えんじのエース、最後の箱根路、井川龍斗頑張りました。14位でもらったたすき5位まで上げた。そして創価大学6位で島津雄大がスタート、さらには7位で志向の明治、8位で順天堂、そして9位でルーキー頑張りました花岡久弥が東海大学のたすきを9位で持ってきました。法政大学が10位です。川上勇輝から扇萩美4年生同士のたすきリレー、さらには伝統の日本体育大学も上げてきた。漆畑敦樹3年生から和気須貴則2年生も今スタート。そして来ましたイエゴン・ヴィンセント、最強の留学生ランナーイエゴン・ヴィンセントもスタート。山梨学院大学の前に城西大学が来ました。2年ぶりに戻ってきました城西大学、初めての留学生ランナービクター・キムタ1年生から鈴木健進1年生、ルーキー同士のたすきリレーになりました。4位で山梨学院大学の姿があります。予選会は7位通過、山梨村上大輝2年生から飯島監督が今シーズン一番伸びたという北村素直3年生にたすきが渡りました。さあ映像1号車に変わっています。はい、2区で素晴らしい快走がありました吉居大和の弟吉居俊介の箱根デビューです。1キロの通過2分42秒、その後ろ駒澤大学の鈴木芽吹の姿があります。1万メートルの持ちタイムで比べますと駒澤の鈴木が27分41秒、吉居俊介28分06秒。平塚中継所です。この後どうでしょう。国士舘大学が来ました。国士舘大学が15位です。山本龍心3年生から清水優が4年生、陸上は箱根で最後という清水が今陸上人生の集大成の箱根路へと駆け出していきました。16位まで上げてきました。この後は4年生柏優吾、学生で唯一パリオリンピックの代表選考会 MGC の出場権を獲得している柏優吾に今伝統の鉄紺のたすきが渡りました。東洋大学この後どこまで上げていけるんでしょうか。さあ映像2号車です。はい、2位の駒澤大学3年生の鈴木芽吹、長野県の佐久長聖高校出身です。この4区で走るランナーの中で一番速いのはイエゴン・ヴィンセント、その次が鈴木芽吹、前を追います。小林大成2年生から千葉子亮太1年生へと17位で帝京大学です。ファイヤーレッドのルーキーが今スタート、リズムよくスタートしていきました。17位で帝京大学です。鳴島幸喜4年生から新井智弘1年生に今伝統のダークグリーンのたすきが渡りました。18位で専修大学です。江戸紫のたすきを運んできました。待ち受けるは馬場健人1年生です。今55年ぶりの箱根路たすきが渡りました。箱根を走ればきっと世界は変わると思うと話していたルーキーが城下町小田原へと目指していきました。あとは大東文化大学と学生連合チームをマスクとなります。さあ映像バイクです。はい、イエゴン・ヴィンセントがすでに1人を抜いています。前に行っていました日体大を抜いて現在11位、そしてその前を行きます10位の法政大学も捉えようという2区と3区の区間記録保持者、東京国際大学のイエゴン・ヴィンセントです。先ほど最初の1キロは2分42秒というペースで入りました。さあそして今法政大学の横から前に出ました。すでに最初でもういきなり東京国際大学のイエゴン・ヴィンセント、最初の2キロで2人を抜いているというイエゴン・ヴィンセント10位に上がっています。
学生連合チームが先に20番目でタスキを渡すそうです。内野理生から拓殖大学の山田拓人へ、大東文化大学は入浜紀洋から大野春人へとタスキが渡っています。青山学院36秒差、中央はリードを守ってレースは4区に入りました。第99回箱根駅伝です。海を横に見ながら3区の戦いが終わりまして、レースは現在4区に入っています。では平塚中継所順位を整理しますが、先頭中央変わらず10秒差、2位駒澤、青山学院とは先頭からは36秒の差、國學院がまたさらに2つ順位を上げました。早稲田が井川の走りで順位を9つ上げて14位から5位とジャンプアップしました。明治も13位から7位、順大もそして東海も順位を上げています。ご覧のように順位を上げたチームもあれば、山梨学院は4位から14位、国士舘も8位から17位と、この辺りちょっと変、はいどうぞ。平川さん、どうぞ。ヴィンセントが3人を一気に抜き去りました。この前に順天堂大学も抜きましたので、これで合わせて6人抜きということになりました。東京国際大学のイエゴン・ヴィンセント6人を抜いて、平塚から早くも順位を6つ上げています。12位で受け取ったタスキ、6位まで上がっているイエゴン・ヴィンセントです。あっという間にもう6人。そして前の創価大学も大きくなってきています、はい、そうですか。またもう1人ということになりそうです。では3区の個人順位です。中央中野が区間賞を取りました。そして早稲田の井川も順位を大きく上げてというところでしたが、この中央の中野は83回大会現在立教大学監督の上野雄一郎選手以来という中央大学この3区の区間賞になりました。ではインタビューどうぞ。3区区間賞獲得の中野翔太選手です。大学に入ってから初めての区間賞、いかがでした？はい、そうですね、吉井が区間賞っていうのを途中で聞こえて、ペースも区間賞ペースっていうことだったので、しっかり自分も区間賞を取って、その4区5区の人に楽に走ってもらえるように頑張ろうという思いで走ったら区間賞取れてよかったです。後ろからは優勝候補と言われる2校が追い上げてきていました、はい、プレッシャーはありませんでした？プレッシャーは、少し感じてはいたんですけど、しっかり自分の走りをすれば、差はできるかなというふうに思って走りました。そして吉井兄弟のお兄さんからはもらったタスキを弟の俊介さんに渡しました、はい、この後のメンバーにも一言お願いします、はい、しっかり、オールは強い2人がまだ残っているので、しっかりオール優勝できると思うので頑張ってもらいたいなというふうに思います。見事3区区間賞を獲得しました中央大学中野翔太選手でした。中央勢が2区3区と区間賞を取りました。画面は1号車です。はい、逃げる中央大学1年生の吉井俊介、まもなく5キロ通過します。この前の1キロが2分51秒という、区間記録を数秒上回るペースで走っている吉井俊介、まもなく5キロの看板が見えて今通過しました。手元の時計で14分16秒、区間記録よりも1秒早いペースですが、今藤原監督が声をかけています。という声、後ろの駒澤とは平塚中継所では10秒差でしたが、渡辺さん7秒差ほどになってきました。そうですね、ちょっと後ろですね、格上の芽吹君相手ですから、はい、ちょっとここで吉井俊介君のね、走りがどっちに転ぶかによって往路優勝が駒澤か、なんか中央大学が決まりそうな気がしますよね。駒澤の鈴木芽吹や大八木監督がもう田澤が卒業したらお前がエースだぞと、はい、そう言ってる、そんな選手ですよね。そうですね、全日本大学駅伝はねスキップして今回箱根駅伝に来てますので、はい、練習はねきっちりと詰めてると思うんですよね、ただやっぱり吉井俊介君もですねかなり力ありますので、はい、ここでもしも追いつかれたとしてもですね、その大差はつかないのかなっていうふうには思いますね。これはまだどちらが勝つかっていうのは何とも言えないですね。先ほど中央の藤原監督は、後ろから次の駒澤のエースが来るけど、俊介お前も中央の次のエースなんだぞ、負けるなよと、そう声をかけていました。瀬古さん、そういった藤原監督の声かけがあったんですね、これ後ろから来たらうまくついていけばね、はい、いいと思いますね。はい、ご覧のように、画面でも徐々に近づいてきているのは分かるんですが、
まあ、やはりその、まあ、箱根初めて走るというところもありますから、藤原監督もそういった面でのその、まあ、落ち着かせるような、はい、で1年生ですから。そうですよね、鈴木君は3年生なので、これは力はね、鈴木君の上なので、うん、はい、力をうまく借りていけばいいと思います。はい、バイクどうぞ。はい、5位の創価大学に6位の東京国際大学、ヴィンセントが近づいてきました。近づいてきました。平塚中継所では30秒の差があったんですが、もう5キロ手前でもう追いつきそうです。もう追いつきそう。イエゴン・ヴィンセントが今横に並びました。横に並んで、これで東京国際大学が5位に上がりました。そして今5キロを通過しました。そのタイムが13分45秒で通過しているイエゴン・ヴィンセント。これで5位が東京国際、6位が創価大学の島津雄大に上がっ、なっている。5位6位の争いになっています。圧倒的なペースで瀬古さん追い上げてますんでね。やっぱりね、彼の走りが東京国際の、ね、選手に力を与えますよね。はい、そうですね。さあ、映像1号車に戻りました。渡辺さん、はい、鈴木芽吹がもう5秒差まで来ました。はい、まあ、両者の区間新ペースでは行ってはいるんですけど、はい、まあ、これが追いつかれてからなんですよね。ただあの先ほどね、大和君もうまく近藤君に追いつかれてね、こう利用して後半ね、走りましたからね。なるほど。やっぱりお兄さんにね、習った走りというか頭を使った走りをね、してほしいですよね。なるほど。ということはこの鈴木芽吹に追いつかれて抜かれたとしても、1年生の中央の吉井俊介がどうついていけるかと。そうですね、いうところでしょうか。見どころは逃げる中央、そして追う駒澤、その差が近づいていますが、粘っている中央の吉井俊介です。徐々にその差が詰まりつつあるというところですが、さあ、その追いつかれてからというところ、瀬古さん、あのこの4区というのは非常にアップダウンもあるコースで。そうなんですよね、はい、すごくペースを、ね、保っていくのが結構難しいコースでね。で1年生ですからね、なかなか知らないことが多いと思いますけども、まあ、ここはうまく鈴木に力を借りていけばいいと思いますね。そうですね。スタジオゲストの東洋大学を見る宮下さん、選手心理としてはこの後ろから追い上げられてきている、前に行く選手はどう考えながら走っていきますかね。そうですね、やはり後ろから格上の選手が追ってくるというのは相当なまあプレッシャーもありますけれども、まあ追いつかれたら冷静に対応すればいいですし、まあ、先頭を走っている限りでは気持ちよく走ることができるのかなと思います。そうですか。そのあたりの対応力、まあ、1年生ですが藤原監督も後ろから声をかけながらというところ。今平塚中継所からの差を正式には9秒差というところでしたが、その差が詰まりつつあります。海老原さんどうぞ。はい、じりじりと近づいてきました。あまり急にペースを上げるという感じではないですね、鈴木芽吹は。そうですね、はい、やはりあの鈴木芽吹君もですね、あのまあ故障明けというのもありますし、はい、やっぱり吉井俊介君も28分、ね、6秒で1万メートル走るんですよね、はい、そう簡単に倒せないのは分かっていると思うんですよね、はい、だこれ追いつかれてから1回こう休むというかですね、ちょっと、はい、あの牽制する可能性はありますよね。あ、またこの新春の陽光に照らされていますが、日差し、このあたりやっぱり給水も鍵になってくるでしょうか。なってきますね。これ結構アップダウンがありますので、4区ちょっと難しいんですよね。リズムに乗るのはちょっと難しいコースですよね。何本も川が流れていまして橋がかかっているので細かいアップダウンがあるんですよね。そうなんですよ。さあ、ただそんな中鈴木芽吹が近づいてきて、もうその差が残り5メートルになってきました。残り5メートルになってきました。後ろを行きます駒澤の鈴木芽吹3年生、実は前回は8区起用されましたが区間18位、涙を流しました。リベンジの箱根駅伝3年生、田澤廉が卒業した後、お前がエースにならないといけないと言われているそんな存在。そして前を行く吉居大和の弟吉居俊介、2区では田澤を逆転したお兄さん、果たして弟はどうか。さあ、鈴木芽吹が一気に逆転、中越えたい首位交代しました。駒澤大学が4区7キロ手前で首位を奪いました。鈴木芽吹、堂々とした凛とした表情、この表情をご覧になっていかがでしょうか。そうですね、今日は非常にやっぱり調子がやっぱりいいんじゃないですかね、はい、全日本大学駅でも走ってませんから、2大会分ですね、頑張ってもらいたいですね、はい、さあ吉井俊介がついていけるかどうか、きっちりとその後ろにピタッとついている、そんな様子です。首位が変わっている4区7キロです。それでは白バイ隊員をご紹介します。まずはセンターライン側、神奈川県警第二交通機動隊、渡辺啓司巡査部長。箱根駅伝に向けて一生懸命調整してきた選手たち、
最高のパフォーマンスを発揮できるよう安全を全力で確保したいと思います、そう話しています。続いて歩道側、神奈川県警第二交通機動隊坂本翔子巡査、昨年全国白バイ安全運転競技大会で女性の部傾斜走行第1位総合第2位でした。責任を持って選手を導いていきたいと思います、そう話しています。この大会は東京陸上競技協会、神奈川陸上競技協会の協力で運営されています。さらに多くの学生走路員、医師などボランティアの協力をいただいています。なお今大会トヨタ自動車からはこの冬発売予定の新型プリウスが提供されております。ハイブリッドリボンをコンセプトに一目惚れするデザインと虜にさせる走りを合わせ持ったエモーショナルなプリウスへフルモデルチェンジ、愛車として長くご愛用いただける車へと進化しました。さあ先頭集団は2人、駒沢と中央縦に並んでいます。では選手の走ります4区のコースをご紹介します。海から山へ4区 20.9 キロ、平塚から国道1号に戻ると細かいアップターンが続きペースの乱れに注意が必要です。小田原中継所前、最後に待ち受けるのは箱根に続く上り坂、山からの冷たい風も選手たちを苦しめます。さあ首位交代はありましたが、瀬古さん、吉井俊介後ろにピタッとつく形を維持してますね。いい感じですね、もうこのままね、ゴールまで行ってほしいですね。そうですか。第99回箱根駅伝4区7キロ手前で首位が変わりました。現在4位の國學院大学です。はい、4区を任されていますのが藤本亮4年生です。怪我にも苦しみました。なかなかこの箱根を走ることができませんでした。ただ前田監督からはいいペースだぞという声がかかっています。ただその後ろに最強留学生のイエゴン・ヴィンセントが迫ってきました。ここまで7人を抜いてきたイエゴン・ヴィンセントが手元の時計でもう15秒、もし仮にこの國學院大学の藤本を捉えるということになりますと、この4区で8人抜き、この4区で8人を抜けばごぼう抜きの記録に並びます。このイエゴン・ヴィンセントがまた箱根の歴史に1ページを刻むのか。國學院大学の藤本の後ろにイエゴン・ヴィンセント接近中です。まあ想定ある程度できたとはいえ、やはりこの4区間隔が開いてくる区間で8人抜くというのは、いや素晴らしいですね。その前のある先頭集団までこう見えてくるんじゃないかと、それぐらいの勢いですよね。それぐらいあるかもしれませんね。さあ二宮押し切りの坂、今選手は下っていくところですが、ここでまた前との差を見ていきます。首位交代、駒澤大学鈴木芽吹が先頭に立ちましたが、中央大学1年生の吉井俊介もその横にぴったりつく形でその位置をキープしています。さあこの坂を下っていって、あるいはこの後のヴィンセントがどの辺まで迫ってきているのかというあたりも確認できるかと思います。二宮の坂を下っていくこの風景も3年前といつもと同じ風景に戻りつつあります。二宮の街の木は椿、その椿を描いたマンホールがこの町内にはたくさんあります。この近くの先詣が行われている川和神社、おそらくにぎわっていることでしょう。さあ青山学院大学の太田が27秒差ですから、これ中継所よりも詰めてきているということになりますね。はい、さあその青山学院どうでしょう、森さんどうぞ。はい、現在先頭から130メートル後方なんですけれども、この青山学院大学の2年生太田葵、前回は3区を走りまして区間2位でしたが、このフレッシュグリーンのタスキを先頭に押し上げた、まあ、優勝の立役者の一人でもあります。この太田葵なんですけれども、先ほど前の中継所、平塚中継所ではトップまで35秒あったんですが、先ほどの計測で26秒まで迫ってきました。と言いますのも、9キロの通過が25分46秒で区間記録よりも10秒早いペースでここまで来ています。あるいはこのペースでいきますと、前が見える範囲に近づいてこようかということで、後ろからやってくるヴィンセントから逃げる太田、そして前を追う青山学院の太田葵です。今二宮のポイントの個人順位で見ると、先頭を走る駒澤の鈴木が、まあ、ほぼ一緒なんですが1秒上回って区間順位ではトップ、この2位太田が2位という素晴らしい走りを見せています。さあ
4位で國學院が来て、その後ろにヴィンセント、東京国際大学の姿が見えてきました。さあこの前を行く國學院大学を捉えるとヴィンセント8人抜きということになりますが、今まず4位で國學院大学の藤本亮が通過して、そして7人抜いたヴィンセント5位というところで、今前とはわずか9秒差というところまで来ています。もちろんこのペースですから、ヴィンセントが現時点でこの二宮のポイントでは最も速いペースで走っていけます。この区間記録2020年の青山学院の吉田祐也さんの作ったタイムよりも30秒以上速いというペースで来ています。そしてこの4区は3度目になります。創価大学の島津が今通過していきました。創価大学が先頭からは2分22秒差、前とは21秒の差です。そして伝統校の今4チーム、東海大学を含む早稲田、明治、法政といったところが今来まして、早稲田は井川が素晴らしい走り、9人抜きがあったんですけれども、現在7位というところ。早稲田、東海、明治、法政、ここまで10チームが通過。そして順天堂3年生の石井が順位を3つ下げて現在11位、前とは14秒の差、押し切りの坂を下ってきています。トップとは3分4秒の差というところで、現在11位の順天堂大学の石井和樹が通過していきました。千葉の富里市出身の順天堂大学の石井です。映像先頭に変わりました、海老原さん。はい、先ほどこの鈴木芽吹も吉井俊介も無事に給水を受け取りました。駒沢の鈴木芽吹、10キロの通過が28分43秒、10秒、まあ、差が中央とありましたので、中央大学の吉井俊介は28分53秒。このタイム見て渡辺さん、どうでしょうか。いや、区間新ペースではね、行ってますよね。はい、で追いつかれた、ね、俊介君、吉井俊介君もですね、はい、今もうこの芽吹君のペースに今ドハマりして、はい、これついていってますから、この主導権をですね、これもう駒沢に与えないような走りですよね。そうしないと往路優勝がですね、まあ、駒沢大学に行く可能性もありますからね。なるほど、大事な4区です。はい、今日体大の分けす高則がこの二宮のポイント通過、その後ろからは城西大学の鈴木健信が今13位で通過していきまして、先頭からは4分9秒差、岩田県の盛岡市出身になります。映像3号車です。平川さん、どうぞ。来ました、ヴィンセントが来ました。もう國學院大学の藤本の後ろ3秒差、ヴィンセントが今水を口に含みまして、そしてまたエンジンをかけるでしょうか。イエゴン・ヴィンセントです。前を行きます藤本、決死の表情です。なんとかこのヴィンセントから逃げたい。國學院大学としても初の総合優勝を目指す上で山へいい位置でつなぎたい。しかしそれを許さないのはイエゴン・ヴィンセントなのか。これまで留学生の歴史、65回の山梨学院の宇津さんから始まったその歴史の中で3度の区間新というのはまだ1人もいません。その区間新記録ペースでイエゴン・ヴィンセントがこの4区で8人目、さあ抜いてくるか、並ぶのか、どうだ、並ぶことはしません。イエゴン・ヴィンセント、東京国際大学4位浮上、8人抜きです。これが最強留学生イエゴン・ヴィンセントの力、やはりものが違う。イエゴン・ヴィンセント、今時計をちらっと見て、また今度は前を行く青山学院大学を追撃していこうというイエゴン・ヴィンセントです。4区のごぼう抜きランキングトップタイとなります8人抜き達成、順位を上げてきました東京国際大学です。第99回箱根駅伝です。この前に徐々に箱根の山々も見えてくるでしょうか。映像2号車です。はい、これが前回王者の強さです。現在3位の青山学院大学、4区を走る太田葵、たすきをもらった時には 200m 近くあったんですが、今その差が 80m、 先頭が見えてきました。前回大会は3区で先頭に立ったこの太田葵、あるいはこの99回大会、今回もこの葵の走りで先頭にフレッシュグリーンのたすきを押し上げるかもしれません。青山学院の太田ではなく太田葵として走りたい、自分のブランドを高めていきたいと、そんなことを走っていましたが、まさに太田葵の名をこの箱根路に刻む素晴らしい走りを見せています。中継所では35秒、そして二宮で27秒、じわじわと瀬古さん来ましたね。来ましたね、さすがね、去年の3区のね、自信がね、今こう現れてますよね。そうですね、
2年生の太田、そして中央大学は1年生の吉井俊介、若い力がこの先頭争いしていますが、海老原さん、並ぶ可能性は高いですよね。そうですよね、海老原さん、相変わらずこの2人先頭は並んでますね。はい、じりじりと青山学院の太田葵は近づいてきてるんですが、渡辺さん、はい、先ほど鈴木芽吹が沿道に手を挙げる余裕がある、はい、そして吉井俊介もあの家の窓ガラスで自分のフォームを確認している、そんな余裕も見られる。そうなんです、このあたり3人が一緒になるということがありますかね。そうですね、あの芽吹君とおそらく吉井俊介君が後ろから太田君が追ってきてるのはまだ分かってないような気がするんですよね、はい、そうですか。でちょっと、はい、あのペースが落ち着いてしまっているので、はい、その分太田君がもう前を追ってきてますから、はい、ちょっとここでね、ちょっとあの少し切り替えていかないと追いつかれてしまいますよね。この後城下町の小田原、そしていよいよ箱根の5区山登り待っていますが、占いますと駒澤大学はこの後5区山登りは1年生の山川拓馬、そして中央大学は5区前回登っている6位で登った阿部春樹、そして青山学院は最初で最後の箱根駅伝4年生の脇田幸太郎、はい、この3人が5区を任されますが、はい、どう予想しますか。そうですね、あの経験者の阿部君が有利なような気もするんですけど、はい、ただあの山川君にしても脇田君にしてもこれ山登りは初めて登っていきなり、ね、快走する選手もいますので、これ今の段階でどこのチームが有利かというのはちょっと難しいですね。そうですか、まずは青山学院としては連覇を狙う太田葵、まずこの駒沢中央に取り付きたいところでしょう。はい、さあ徐々にこの3チームの差が詰まりつつあるというところですが、果たしてこの先どうなるでしょうか。さて首都圏では第101回全国高校サッカー選手権大会が開催されています。今日は岡山学芸館対國學院久我山など3回戦8試合が駒沢会場などで行われます。瀬古さん、山勝負になってきそうでしょうか。ここはあのこの2チームですか、先頭の、はい、青山学院に追いつかせないことでしょうね。追いつかせない、うん、これまた離れるとまたね、あの結構辛くなってきますから。そうですか、はい、ここはちょっと芽吹君頑張ってほしいですね。そして山を3回走った宮下さん、この差で山を登るというこの緊張感というのはどうでしょう。そうですね、待っている選手としてはドキドキが強いかと思いますが、逆に駒澤大学の1年生は、はい、阿部選手がいるっていう心強さがあるので、うまく利用、このまま行けば利用して山を登れるのかなと思います。そうですか、さあその差がまた詰まってこようかというところですが、今鈴木芽吹の後ろに中央大学の吉井俊介がピタリとつく形になりました。そうですか、瀬古さん、追いつかせてはいけないと。あのここで追いつかせると勢いが出てしまいますからね。なるほど、はい、せっかく、ね、離れてますからね、鈴木君の力からすればやはりここでちょっと切り替えて、はい、後半勝負してほしいですね。そうですか、海老原さん、また近づきつつありますかね。はい、じりじりと平川近づいてるんですが、これ渡辺さん、2区でですね、はい、あの青学の近藤、駒澤の田澤、はい、中央のお兄ちゃんの吉井大和が最後の最後まで競って、最後はお兄ちゃんの中央の吉井大和が勝ちましたよね、はい、これ吉井俊介がまた同じようなことをやってやろうと思ってるところはありますかね、後ろについて。そうですね、そうなったらなったですが面白いとは思うんですけど、はい、ただこの往路優勝はもうこの3つの中から出るんじゃないかなっては思ってはいるんです。この4区のこの、はい、なんですか、流れというか区間順位で結構ね、はい、山登りの決着もつく可能性がありますので、はい、ここでですね、どこの大学が主導権握るかっていうのは一番大きいと思いますね。主導権を握るためにはこれやはりトップで小田原中継所たすきを渡したいでしょうね。そういうことですよね。残りが徐々に、まあ、なくなってきました。まもなく小田原の城下町入ってきますが、これもう太田がもう残り 10m 切ってきましたね。そうですね、これ、まあ、間違いなく追いついてくるとは思うんですけど、はい、かなりあのハイペースで太田君 ね、あの入ってきてますので、追いかけるために。そうなんですよ、でここで1回3人で牽制にまた入ると思うんで、まず太田は後ろについて休みますかね。そうですね、休みたいですよね、一気に抜くかどうか。はい、今こう勝利の神様がこうどの大学にこうつこうかってこうまだ迷っているというかですね、これもうどこが絶対有利って今言えないんですよね、こういう展開になると。これ駒澤の鈴木芽吹はずっと後ろの中央の吉井俊介につけられてますよね、疲れています。そうなんですよ、でこれでまたね俊介君が
兄ちゃんと同じような走りをすればまた中大に、ね、流れがいきますし、はい、このまま、ね、芽吹君がスパートして逃げる可能性もありますし、何とも言えないですよね。これ引っ張るというのも大変なことと思うんですが、そうですね、ただ、ま、芽吹君の性格的には、ね、こう人に後ろについて走るという性格ではないので、これでこの走りでいいと思いますね。さあ太田葵が時計を気にしながら近づいてきました。もう残り5メートルになってきました。大学駅伝3冠を狙います、2年ぶりの箱根優勝を狙う藤色の襷、駒澤大学、そして中央大学、22年ぶりの往路優勝を狙う名門の中央、最多出場96回、最多優勝14回、しかし大正14年から続いた連続出場が87回で6大会前に途切れた中央、果たして復活して往路最初に芦ノ湖に飛び込むんでしょうか。しかし2年連続の箱根優勝を狙う青山学院の太田葵が近づいてきました。これ前回は太田が3区で駒澤を置いていって優勝を決めた、はい、そんな一人でしたよね。そうなんですよね。これ太田くん結構ロングスパート効くんですよね。ロングスパートが効く、そうなんですよ、はい、1万メートルのタイムはないんですけど、はい、結構ロード型の選手ですので、はい、これでこれついて1回これ休む形になると思いますけど、縦に連なるかと思ったんですが横に出そうだ、そう、ね、横に出そうだ、ね、どうだ、一気に抜くのか、ちらっと驚いたように鈴木芽吹が太田葵を見ました。逆転しました。一気に太田葵が先頭に立ちました。青山学院大学箱根駅伝連覇を狙う青学がフレッシュグリーンの襷が新春の陽光に照らされまして首位に立ちました。4区の15キロ手前、青学先頭。さあちょっとしかめっ面になった鈴木芽吹、後ろを気にしました。中央の吉井俊介はどうか、3人一塊、残り5キロ少々、果たしてどうでしょうか。いやー、ここで追いつきました、瀬古さん。いやすごいですね。さっきの、ね、2区もすごかったですけどね、また同じ展開になりましたね。また2区の争いの再現になるでしょうか。第99回箱根駅伝です。離れましたが最後抜き返しました。ここで粘れるかどうかでしょうか。そうですね、ただまだですね、はい、まあ、少し離れはしましたけど、あと5キロあります。そうなんですね、表情はですねまだいけるような表情はしてるんですよね、はい、動きどうでしょうか。まあ、大丈夫だと思いますね。彼はスタミナタイプですからね、はい、ただあの前のやっぱり太田君とね芽吹君がちょっと力的にはね上ですからね、はい、太田葵、青山が今サングラスを取りました。初めてサングラスを取りました。表情が見えました、ちらっと。そしてその視線を鈴木芽吹に送りました。優勝を狙う両校、青山学院と駒澤。さあ中央は22年ぶりの往路優勝を狙っていますが、吉井俊介が粘れるかどうか。青学の太田葵は15キロを42分53秒、区間記録を4秒上回るペースで15キロを通過しています。はい、その先の酒和橋のポイントで見てみましても、この先頭を行っている青山学院の太田は区間記録のペースよりも3秒早く来ています。さあそして8人抜いてきました、東京国際大学のイエゴン・ヴィンセント、2区と3区の区間記録保持者。先頭からは1分40秒差ですが、やはりご覧のように31秒早いペース、区間記録を上回るペースでヴィンセントがこの酒和橋のポイントを通過していきました。そしてヴィンセントに抜かれはしましたが、現在5位を走っています國學院大学、こちらも往路上位の有力候補ですが、藤本亮4年生先頭からは1分59秒差、前を行きますヴィンセントとは19秒差で今酒和橋のポイントを通過しています。ここまではヴィンセント、それから先頭を行きます青山学院大学の太田、この2人が区間記録を上回るペースで走っています。あまり風なども先ほどの湘南大橋もそうですが、瀬古さんなさそうで、ないですね、いやいや今日は暑いぐらいじゃないですかね、日差しを見ますと。そうですね、はい、6位で創価大学の島津が来ました。3年連続の4区です。前回この4区で区間賞を取りました。創価大学も優勝候補の一角でもあります。そして早稲田が来ました。早稲田は順位を2つ落としていますが現在7位、3年生の佐藤光輝が走ります。そして法政、今日エントリー変更の扇葉組です。4年生が今8位で2つ順位を上げてきました。東海大学、明治大学が揃ってきまして、こちらが9位グループになります。
明治大学2年生、今日エントリー変更の尾崎健人、静岡県出身です。そして今映像3号車に変わりました。はい、東京国際大学のイェゴン・ヴィンセント、先ほど16キロの通過が45分20秒、まあ、ですからこの4区の区間記録、96回大会の青山学院大学の吉田祐也さんの記録よりも45秒近く速いペースで来ているということになります。これ机上の計算になりますが、このまま行きますとひょっとするとこの4区で1時間を切る、そんなタイムが出てくるかもしれません。イェゴン・ヴィンセントです。3つ目の区間記録となるんでしょうか。さあ、坂橋のポイントは11位、順位を3つ下げました順天堂の石井和樹が今通過してきています。さあ、優勝争い、先頭争い、そしてこの区間記録はどうなるでしょうか。第92回箱根駅伝4区です。久保さん、そのちょっと離れた中央がさらに少し差が開き始めてますかね。まあ、1年生ですからね、はいはい。まあ、力の差はね、前の2人よりもないので、これはまあしょうがないですね。これ以上離されないことだと思いますね。ここまで踏ん張って、はい、まあ、5区の阿部は山のためにも、ね、いますので、ね、はい。さあ、映像は1号車に変わっています。先頭は青山学院2年生の太田葵、その後ろピタッと ついているのが駒澤大学の3年生の鈴木芽吹。何かタイミングを測っているようにも渡辺さん見えますが、いかがでしょうか。そうですね、こうやって見てるとなんかこう芽吹君余裕あるんで、はあ、後半行くんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、はい、これ昨年の3区の走り見てると太田君もですね、かなりこうロングスパートが鋭いんですよね。ああ、そうですか。そうなんですよ、かなりあのスピードがありますので、はい、これ芽吹君も休んで行けるかなと思って舐めていると太田君のスパートにやられる可能性もありますよね。これ何とも言えないですね。今小田原市民会館の前を左にカーブを取ってきました。今原監督が声をかけました。大観衆が拍手で背中を押しています。鈴木芽吹がちらっと時計を見ました。まだついています。残り2キロ少々で小田原中継所です。中央大学吉井俊介はどのくらいのタイム差で襷を小田原に運ぶでしょうか。さあ、カーブを曲がってきました。では待ち受けます小田原中継所の様子を聞きます。伊藤さん、往路最後の中継所、小田原中継所です。この2校のデッドヒートは小田原中継所に到着する際にどんな結末を迎えるんでしょうか。さあ、襷を待つランナーたちです。まず青山学院大学は初の箱根、4年生の脇田幸太郎が任されました。そして駒澤大学1年生の山川拓馬です。前回5区を走った3年生金子伊吹が付き添いでアドバイスを送っていました。そして追っている中央大学2年連続の5区阿部春樹です。山本亮コーチも調子は間違いなくいいと話していました。風は緩やかにランナーにとって追い風。この後99回目の山登り、集まったファンによって山への花道が出来上がっています。映像2号車です。先頭が今駒澤です。駒澤が今前に出ました。駒澤が前に出ました。後ろに下がったのは青山学院の太田です。はい、先頭入れ替わって今駒澤が前に出てきていますが、差が広がってくるかどうか。改めて2号車どうぞ。はい、その駒澤大学、そして青山学院から遅れること120メートルです。中央大学1年生の吉井俊介、高校時代には1万メートルで高校歴代3、素晴らしい記録をマークしました。ただ前の2人に置いてかれました。藤原監督はこう言います。前の2人が速すぎるだけ、1年生としては素晴らしい。この俊介はこう言います。兄は天才タイプ、自分は地道に記録練習するタイプなんだと。この地道の練習がまだ1年生、これから先花開くとき中央の核になることは間違いないでしょう。3番目はしている中央大学吉井俊介です。はい、さあ、また先頭が入れ替わる、そんな展開になるんでしょうか。4区終盤です。第99回箱根駅伝です。大学今日当日変更、3年生の佐藤光輝、
そしてその後ろから前回この4区で区間賞を取りました創価大学の4年生の周囲が変わります。今青山学院の太田葵がちらっと見ました。ちらっと見て周囲が変わった。太田葵がちらっちらっと鈴木を見まして今前に出ました。鈴木芽吹ついていけるかどうか。縦1列になりました。縦1列になった。さあ連覇を狙う青学太田葵先頭だ。さあそして大学駅伝3冠を狙う駒澤ちょっと離れた。ちょっと離れました。3メートル4メートル遅れました。駒澤遅れました。藤色達成鈴木芽吹ちょっと遅れました。素晴らしいスパートですね渡辺さん。そうですね、これまあ太田君のこれ尻尾長ですよね、はい、彼はもうこのパターンのスパート得意ですからね。笑っています。あの彼の場合トラックより完全にもうロード向きの走りなんですよね。そうですか。で特にこの箱根駅伝ではものすごい力を発揮しますので、さっきはやっぱりメブキ君が前に出たことによってもう完全にもう太田君のペースになってしまいましたよね。そうですか。休んでましたもんね、はい、渡辺さん、あの青山学院は平塚中継所で駒澤より26秒遅いところで助けをもらったんですが、今大八木監督が鈴木メブキに声をかけてます。そうですね、ただここからですね、まだ芽吹君もですね、これ優勝かかってますので最後のこの切り替えですよね、はい、今大八木監督が鈴木芽吹にまだ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 これから小田原中継所まで距離があると声をかけていますが、粘るぞと声をかけていますが、まさに粘っています。そうですね、あの太田君もちょっと口が開いてきてるんで、はい、ちょっと、ね、きつくなってきてはいるんですよね、ちょっとまたその差が詰まってきたか。まあ、ここで両者ね総合優勝かかってますので、はいはい、こういうところでやっぱり先着するとやっぱり流れがきますので、それだけ違う違いますね、まあはい、やっぱり 青山学院もですねここでしっかりと、ね、先頭で助け渡したいですよね。先頭に5区山の森へ。さあ今度は原監督です。さあ残り 600m になります。小田原中継所まで残り 600m、 逃げる青山学院連覇を狙っています。そして2年ぶりの箱根の優勝、大学駅伝参加を狙う駒澤。さあ鈴木芽吹が近づいてきたか。鈴木芽吹近づいてきた。近づいてきました。残り 5m になってきた。さあ中継所まで残り 500m、 再逆転があるか。まずタスキを取ったのは駒澤の鈴木だ。残りもう 3m になった。再逆転はあるか。前回は8区18位涙を流した鈴木芽吹、前回3区でトップになった太田葵、青山学院素晴らしい首位のつばぜり合い。さあ小田原中継所手前残り 400m、 鈴木芽吹帰ってきた。鈴木帰ってきた。後ろについた。なんというスタミナか、なんという粘りか。ちらっと驚いた太田、逆転、再逆転。駒澤先頭。さあ太田ついていけるか、青学ついていけるか。苦しい表情駒澤大学の鈴木、その後ろ太田葵また腕を振っている。残りがもう 300m 切って、また今度は太田か。青学再逆転、青山学院先頭、その後ろ駒澤で小田原中継所です。一体誰がこんな展開を予想したでしょうか。箱根連覇への意地、青山学院大学、去年の優勝の立役者太田葵、そして並ぶは藤色のたすき、三冠への意地鈴木芽吹です。さあ今また青山学院の2年生太田葵が前に出ました。前に出ました。残り 100m を切った。残り 100m を切った。往路小田原中継所、今鈴木芽吹がまた来た。鈴木芽吹が並んだ。2人が並んでたすきを出す。まず来たのが駒澤大学、小田原中継所、8年ぶりに駒澤先頭で助け当たった山川拓が今スタート。そして青山学院大学、初めての箱根、脇田幸太郎スタート。差がありません。その差がゼロ。両校並んで大野小田原中継所、たすきを渡していきました。駒澤大学1年生山川拓馬、青山学院大学4年生脇田幸太郎、まさに今年の箱根、山を制する者は箱根を制す、山での決戦になりました。さあそして中央来ました。お兄さんも伝えた吉井大和の弟、吉井俊介来ました。前回5区区間6位阿部春樹はスタートをしていきました。その差が39秒、39秒差。阿部春樹スタートしていった伝統の中央大学です。
歴史も作ったヴィンセント、記録も作ったヴィンセント、まさに鮮烈な4年間でした。大きなストライド、最後の儚い別れを告げる最強留学生、その名はイェゴン・ヴィンセントです。1年生で3区区間新、2年生で花の2区区間新記録、そして今回もし区間新になれば3区間目の区間新記録です。今中継所に姿が見えました。身長184センチ、力強い上半身、大きなストライド、異次元の推進力、さあイェゴン・ヴィンセントが来ました。まだ60分に到達していないイェゴン・ヴィンセント、来た、初めて走る4区、今左に曲がってタスキを渡した。イェゴン・ヴィンセント、箱根駅伝3区間目の区間新記録、59分59秒、最後まで箱根路に衝撃を残しました。箱根3区間目の区間新記録、史上最強留学生、彼の名がイェゴン・ヴィンセントです。そしてその後ろに國學院大學来ました。この後にはパワーランナー、歴史を変える準備ができていると話していました伊地知健三3年生が待っています。藤本怜央4年生から今國學院大学、往路小田原5位でたすきリレー、伊地知健三今スタート、勢いよく飛び出していきました。藤本怜央、夢だった箱根、最初で最後の箱根駅伝、今走り終えました。バイクどうぞ。6位早稲田大学、そして7位に創価大学、島津が今たすきを取りました。島津がたすきを取りました。まもなく中継所に飛び込んでいく6位早稲田、そして離されましたが島津も懸命に食らいつく、苦しい表情になりました。この4区で前回区間賞を取った島津雄大、現在創価大学は7位。さあどういった差で小田原中継所に飛び込んでいくんでしょうか。苦しい表情になっている、腕を振って顔も触れるようになってきました。まもなく小田原中継所です。小田原、まず創価の前に早稲田が来ました。名門早稲田、2年ぶりのシード権に向かって3年生の佐藤光輝が走ってきた。この後伊藤大志2年生が待っている。その後ろには赤と青のストライプ、島津も待っている。今早稲田がタスキリレー、伊藤大志スタートしていった。さあそして最後の箱根、やっぱり君は主人公だ。島津雄大今最後のタスキリレー、創価大学今7位でタスキを出しました。その後法政も来ています。法政大学扇はぐみから細迫海輝に今たすきが当たった8位、そして東海大学シード圏内、今越春太から杉本翔太、4年生最初で最後の箱根駅伝に駆け出していきました。そして10位で明治、3年ぶりのシードへ、1区区間賞から始まりました。1年生キッカー響き、希望した箱根の5区に今キッカー響きが走り出していきます。39秒ですので、はい、優勝圏内ですよね。だからこれ牽制に入りますと、はい、中央の阿部君も来ますので、はい、まあ、山川君がこれ攻める走りをすると思いますね、はい、小田原中継所今11位で順天堂が来ました。去年は15年ぶりにトップ3に入った順天堂、今鹿場俊介スタートしていきました。今回5区を走るランナーで過去5区を走ったタイムが最もいいのがこの順天堂の鹿場です。そして12位、去年往路は15位でした山梨学院大学、7年ぶりのシード権に向かって北村素直から、この後新本俊2年生が待っている。山梨学院大学今たすきを渡しました。12位で山梨学院、北村素直今たすきを渡していきました。大丈夫というところですか、青学としては。そうですね、はい、まあ、根本的にはその総力という意味ではですね、はい、いやいや山川君のが上のような気がするんですけど、小田原中継2年ぶりの箱根路、城西大学来ました鈴木健進から、山に自信があると話していました山本唯斗3年生、強くなって戻ってきた山本唯斗、今走り出していきました。城西が13位です。さあその後東洋が来ました。鉄紺の東洋、鉄紺のプライドを持ってトップ3を、身長190センチのキャプテン前田義弘今スタートをしていきました。柏優吾から鉄紺の襷が渡されました。東洋が14位、柏優吾も順位を2つ上げてきました。さあそして前回9位、現在5年連続シード権を取っている帝京大学、
今新井裕樹がその襷を待っています。まずは15位でファイヤーレッド帝京大学、今襷を渡していきました。芝子亮太から新井裕樹に襷が渡った。さあこの後16番目日体大が来ました。日体大は去年と同じ襷リレーです。分けす高則2年生からこの後3年生吉富純也、今襷を渡していきました。5年ぶりのシードに日体大、そして国士舘も来ました。シードを取れば33年ぶり、山本雷が3年生走り出していきました。これで競技は引退、清水優衣が4年生、競技は55年ぶりの立教が来ました。東京大手町から86キロ走ってきました。9番目の宿場町、ここ小田原です。さあ立教55年ぶりのクライマーは相澤拓磨1年生今スタートしていきました。55年ぶりの山登り立教大学、1年生の馬場健人から1年生同士のたすきリレー、まさに立教の未来を感じさせる1年生同士のたすきリレーです。江戸紫のたすき、今55年ぶりに箱根の山に駆け出していきました。最終5区になります。小田原どうぞ。残り3チームのうち、まず現在19位で大東が来ました。山の大東にとってこの特別な5区を任されました3年生の菊池俊介、そのたすきを待っています。大野春人4年生チームのエースです。今大野春人から大東文化菊池俊介にたすきが当たりました。さあ山の大東復活へ、4年ぶりの山登りが始まっています。4年生の大野春人、前回は学連選抜で走りました。今年は母校のたすきを渡しています。そして20位専修大学来ました、新井智弘1年生、中学1年生陸上を始めました。最初は自分が一番遅かった、掴んだ箱根駅伝。先週4年生富永悠悠、今走り出していきました。先頭とは10分40秒差、1年生の新井智弘、初めての箱根駅伝走り終えています。小田原に最後のたすきの到着です。関東学生連合拓殖大学山田拓人4年生、そして待ち受けますのは芝浦工業大学橋本昭雄です。さあ今関東学生連合記憶のたすきを今渡していきました。21番目で関東学生連合山田拓人4年生が走り終えています。さあ4区区間賞59分59秒まさに衝撃の区間新記録、箱根駅伝3つ目の区間新記録を打ち立てました、イレゴン・ヴィンセント区間賞です。